けど、勝手にリオがまいちゃんさんとお揃いにしたこれを今日はいつもよりつけとるかも。でもつけとるものは一緒です。一緒のやつ。リフトありがとう。髪飾り可愛くない？これさ、おとといか、おととい、そう、日曜日にさ大阪行ったじゃないですか。大阪行ってエブリィの店舗に行った時に、なんかサービスみたいな、なんていうの、なんかこう入れてくれて、なんか何点買った、何点以上買った人にはなんかあげますみたいなやつでもらえました。かわいい髪飾りを。リフトありがとう。ピピツン、あ、見た？さっき X 載せました。見てね。ギフトありがとう。今ね、雨降ってる。雨降ってるよ。そう、勝手にお揃いにしたやつ。ギフトありがとう。プレゼントでもらったんだ。何を？あ、これね、プレゼント、ノベルティ、ノベルティだっけ。試験さん、ありがとうございます。高校1年生15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。ごめんね、ガタガタしてて。きっとありがとう。美味しかったよ、かき氷。美味しゅうございました。美味しゅうございました。久しぶりに氷屋行き帽子さん行った。結構久しぶりに。ストーリーの返信 X でしたよ。え、嬉しい、ありがとう。この間の幕張でやっとリオツに会えて嬉しかった。嬉しい、そう言ってくれて。また会いに来てね。ギフトありがとう。ね、もう梅雨に入ってもうジメジメしとるけさ、さすがにね、冷たいものを食べて回避せねばって感じですね。こんばんは。さっきリゴシさんのショールームでリオツはいつもてへへって言ってるって言ってたよ。リゴシさんが言ってたんですか？言ってるっけ、リオ、てへへなんか。言ってるんっけ。無意識かも。無意識かも。お、今日ね、聞いて、今
さっき X に載せたんですけど、今日そのノアピとお仕事前に遊んでかき氷食べたんですけど、その歩いてる時にノアピさんとリオツンさんですかって声をかけられて、女の子女子組二人組女子の二人組に声をかけられて、そうびっくりした。知ってくれているなんて嬉しい。そうノアピノアピさんとリオツンさんですかって聞かれて、そうですそうですって言って、そうピピツンに決定いたしました。歌唱力申し込んだ、嬉しい。あ、皆さん歌唱力の第6回の決勝大会の歌唱力の申し込み、チケット申し込みの締め切りがね、今日の23時59分までなので、皆様忘れませんようにぜひお待ちしております。このタイミングで部屋のエアコン壊れたから早く買い替えないとやばい。え、やばいじゃん、それ死んじゃうよ、それ死んじゃうよ。だってさ、ジメジメしとるけさ。そう、それ聞いて、あ確かにと思った。確かにりょう言ってる、えへへとか。もう嬉しい。そう、有名人かなと思った。有名人 になりつつみたいな。そう、わお話から来てる人、うん、でもそういうのじゃない、ただ知ってるって感じ。ギフトありがとう。だから今さ、ずっとさ、リオのさ頭の中でね、ビッシュさんのさ「プロミス・ザ・スター」がさずっと流れとるよね。みんな知っとる？だから僕は待って待って、どれだけ話せば分かってくれる。 Don't you think every time あの空を染めていけ。 Promise だ。 かなり前に持ち込みした？さすが、ありがとうね、有名人。歌唱力？違うよ。これ歌うわけじゃないよ。歌ったらやばいじゃん。これ歌うならさ言わないよ、曲名。歌えませんよ。それはやばいじゃん、歌うわけないじゃん、言うわけないでしょ。言ったらさ、ほんまに口が軽い人みたいになる。違うよ。違います。今日は配信視聴できると思ってなかったからラッキーラッキー。それな。歌唱力曲油断してたら口ずさむことある？うん、なんか
うん、配信とかだったら口ずさみそうになってもダメだもう歌う前にもうここまで来て、もうここまで来て来たけどダメだ、歌ったらダメだってなるいくつもりで宿も撮ってる、嬉しい、早いね。鼻歌、鼻歌ってさ、ふんふんふんみたいな感じよね、ピーンみたいなえりよ、鼻歌よりかはもう普通に口ずさむかも。勝手に描いてた腕に抱くこともせずにとか、なんかそう、鼻歌よりかはもう普通にちゃんともう歌って口ずさむ人かも。いくつもりで花を早く描いた、早っ花あるんかな今年も、お花、お花声に出して歌う方が気持ちいい。え、そうよね、だよね。あ、今日もインスタも載せました。インスタも載せて投稿もしたし、ストーリーも載せたし、 X もね、さっき載せたのと見てください。8時55分ですよ、ありがとう、教えてくれて優しい優しい。リオ全然時計見てなかった、全然時間気にしなかった、危ない危ない。壇上読みます。13位、日傘のたっけさん、ありがとうございます。12位、台湾高尾さん、ありがとうございます。11位、スパイクさん、ありがとうございます。10位、まゆかみスティーブさん、ありがとうございます。9位、シャガラピーさん、ありがとうございます。8位、鈴鹿さん、ありがとうございます。7位、シュウさん、ありがとうございます。6位、ラクラクさん、ありがとうございます。5位、ゆずきちさん、ありがとうございます。4位、しょうじさん、ありがとうございます。3位、よしゾンビさん、ありがとうございます。2位、ヨネツンさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥルドゥルルルルルパン、カープ好き石くんさん、ありがとうございました。ありがとう、ごめんね、車になっちゃったんですけど、ありがとうございました、来てくれて。明日は水曜日ですね、水曜日、明日は水曜日、ちょっとね、明日は、用事があるので、夜に。だから、夕方ぐらいの配信になりそうかなって、思います。今のところ。それでは。ありがとうございました。あ、待って、まだ57分だ。スクショ？ちょっと、車配信だっけ？持ち上げてた。かき氷食べるリオツン。振り向きポーズ難易度高い車配信のより顔だけしか見えないんだけどあらあらウケるんだけど顔だけ振り向き
七夕。最近可愛さ、可愛いあざとさがレベルアップしてる。そう？ひょっこりはん？むず。全身見せてもやばい。ウケる。あ、58分だ。髪飾り？じゃじゃーん。どう見える？見えてる？これ見えてますか？それではそろそろ終わるかな。リップの色かわいい、嬉しい。愛の重さ初めてわかったよ、君の気持ち。エクボ見えてる。それではバイツー、また明日。インスタ X チェックしてね。さらばじゃ。バイツー。